片手片手ホタテ。どうもたくあんボーイです。本日は93日目でございます。早速ですけども、ヘンズメイクをやってまいりたいと思います。韓流目指そう。ウーノのファイスカラーを5点塗りしていきます。って感じですね。パーフェクトダイヤリー使っていきます。うん、こんな感じですね。やっぱノードシャドウがあると彫りが深く見えていい感じになります、ね。うん、ハイライトを入れるところはね、この穴の部分と眉の部分、この唇の上唇の上、あとシューリング、顎、エラを削っていきます。最後に直せば、最初これねクッションファンデだと思ってつけてたんですけど、これはもう仕上げのね粉なので何も意味なかったですね。教えていただいた方ありがとうございます。はい、ということで今日はこんな感じでございますね。センター分けにしましたけども、赤いねメイクはやっぱりねちょっと腫れてる感が出ちゃうので難しいんですけど、これもうちょい逆に濃くしてメイクしてる感にした方がいいのかなとも思います。うん、そうですね。あともう1週間で終わってしまいますのでね、できる限り最後まで研究して韓流イケメン目指していきたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シェイシェイツ、ガイダンス、よいしょ。